いたいアハゴンあずさレビー。今日のウチナーチャンネルは今後の動画投稿についてお話をします。まず結論を先にお伝えしますと、ウチナーチャンネル今後ですね、 YouTube の動画更新は週に4回にします。これね、ちょっと経緯がありまして、以前ですね、動画の中で今後動画投稿はだいたいこうできる限り毎日投稿にしますというのを一度宣言したんですね。で、ほぼ毎日投稿というと、だいたい週6から週7ですよね。で、実際に自分がやってみて感じたのは、現実的にちょっと厳しいなと思いました。これちょっと今のウチナーチャンネルの体制をお伝えしたいと思っているんですが、ウチナーチャンネルですね、すごく少人数で作っています。で、現状今私の役目としては、まず動画の出演。で、動画作りのする時の、企画立案だったりとか、あとは、アポ撮りですね、撮影する時のアポ撮りで、あとは原稿作りね、でそして実際の撮影で、あとは編集、そして最終チェック、これを、全部担っているんですよね。でもちろんその動画の編集に関しては一部お願いをしている部分も委託している部分もあるんですけれども、基本的には自分で作っています。なのでそれを考えた時に、この出演以外に動画の編集で企画作ったり原稿を作ったりとかっていうのもろもろ全部やった上で週7の投稿ってことを考えると、なかなか時間が取れないんですよ。何の時間が取れないかというと、勉強の時間が取れないんですよね。で、ウチナーチャンネルの魅力ってやっぱりその圧倒的な情報量だったりとか、琉球沖縄の歴史、文化で、あと島くてばとか食、そういったことですよね。で、やっぱこの島の魅力を最大限に動画で伝えることが一番大事なので、で実際今どうかってことを考えると、それが果たして満足にできているのかっていう時にちょっと疑問を感じたんです。で、ウチナーチャンネルをこうやって、質の高いものをね、やっぱ作っていかなきゃいけない、自分自身も質の高いものを作りたい。で、 YouTube をやっていく中ですごく感じたのが、視聴者さんは私が毎日動画を投稿することを一番に望んでいるわけではないと。一番望んでいるのはおそらく質の高い動画を継続的に出し続けることだと思ったんです。これに気がついてどうにかせんとなと思いまして、でやっぱりこう質の高い動画を作っていくってなると勉強の時間確保が必要です。で、この勉強今じゃあどうなのかって問われると、こう自分自身はめちゃくちゃ勉強したいんです。勉強したい勉強したいっていう欲があるんですけど、この勉強したいっていう、これぐらい勉強しているぞっていうその理想の自分に全然近づけてなくて、自分の中でフラストレーションがやっぱ溜まっていくんですよね。で、このままではちょっとやばいぞと、いかんぞと思って、この動画のね、作る体制だったりとか、動画の投稿っていうのをちょっと見直さなきゃいけないなと思って、週に4回と決めました。で、詳しくね、もうちょっとお話ししていきたいんですけど、週に4回動画投稿します。で、この週に4回というのは、曜日も決めました。これからはですね、毎週月水金日の午後7時19時に投稿します。はい、もうこれも決めておこうと思って決めました。で、この週に4回というのはあくまでベースの話です。というのは何かと言いますと、基本的には、これ最低条件ですよね。最低は週に4回投稿しますと。で、そこに、例えば、緊急性の高いニュースだったりとか、あとは YouTube のライブ配信っていうのが入ってくると、週に5回投稿、週に6回投稿っていうのがもしかしたらあるかもしれません。というか、おそらくあると思います。それも踏まえて、基本的にはね、週に4日投稿しますよというのを決めておきたいなと思って、今回動画をこうやって撮影をしています。このお知らせ以外にも実はもう一つお知らせがありまして、もう一つはですね、 YouTube とは別でクラブハウスを今後毎日投稿していこうと思います。で、このクラブハウス何かというと、今の音声型の Twitter と言われていて、完全に音声に特化した SNS です。知っている方、使っている方いらっしゃると思います。で、初めて聞いたよっていう方、今クラブハウスって今検索してみてください。なんでアーズクラブハウスなの？ YouTube のライブ配信でいいじゃん、それ毎日やればいいじゃんってもしかしたら思った方いらっしゃると思います。説明しますね。なぜ YouTube のライブ配信ではなくてクラブハウスを毎日やるかと言います と、今ですね、このウチナーチャンネルで YouTube のライブ配信をするにあたってですね、今私の住んでいる家というのが YouTube のライブ配信にぴったりの画面作りができないんです。引っ越しもね、考えてはいるんですよね。ただ今現状としてすごく難しいと。やっぱりライブ配信をもし毎日やるのであれば、
ね、こう例えば奥行きのあるスペースでソファーがあって、なんかこう本棚があって本もですねこうずらりと並べたりとか、あとはこう瓶型の絵を飾ったりとか、いろんなこう画面作りをやっぱちゃんとしたいんですよね。でそれが今できるかというと現状できていない、難しいと。そうなった場合にクラブハウスだとそもそも顔が映らないので全部音声のみなので、どこにいてもいつでもできるんです。もう究極言うとパジャマ着ててもできるんですよ。あとはその例えばちょっと時間が空いたから移動中にやってみようとかっていうすごく手軽な部分があるので、クラブハウスもちょっと今後継続してやっていきたいなと思って、まあ、クラブハウス毎日やろうって決めたんですね。でじゃあクラブハウスと YouTube でどこで自分がこう変えていくかというと、まあ、YouTube ではもうこう情報量たっぷりにもうしっかりこう知識もフルにお伝えした動画作りで、クラブハウスの場合はこの YouTube に載せることができなかったことを喋ろうと思います。例えば裏話とかね、こう動画編集してて本当はここ使いたいんだけれど、ちょっと時間の関係上厳しいな、だからカットっていった話を、こうカットした部分の話とか、実はこうでねとか、まあ、そういったエピソードトークというのをクラブハウスでやっていこうかと思います。あとはもう最新の沖縄観光情報とか、今日こんなニュースあったよとか、それについてこう思いますとか、まあそういったことをですね、クラブハウスではやっていきたいと思います。なので、今 YouTube ご覧の視聴者の皆さん、ぜひですね、クラブハウスにも遊びに来てください。もしやってない方いたら、これちょっと招待制なんですよね。招待してもらって始めることができる SNS なので、ちょっと他の SNS とはちょっと異なるんですけれども、もし招待を受けてクラブハウス始められますという方いたら、ぜひ私のトークルームにも遊びに来てください。アハゴンアズサで検索してみてください。フォロー、ね、ユタサルグトゥーニゲーサミラ。よろしくお願いします。ということで、今回のウチナーチャンネルは今後の動画投稿についてお話をしました。やっぱりすごく質のいい、高い動画をね、作っていきたい。で、YouTube をこう、やっぱりずっと何年も何年も続けていきたい。一個一個をしっかりいい作品を作っていきたいという私のやっぱ思いと、そして視聴者さんに楽しんでほしいっていう、まあこの気持ちで、まあ、今後のちょっと方針を転換して、週4日投稿というふうに決めました。もう一度言います。アハゴマさんのウチナーチャンネル、今後は週に4本動画を投稿します。月、水、金、日、午後7時、19時に投稿しますので、ぜひね、これからも動画楽しみにしててください。これから例えばスタッフが増えていったりとか、私がもう出演に特化しても OK っていう状態になったら、また投稿の回数っていうのもどんどん増やすことできますし、また新たなことにもチャレンジできるので、そうなった場合はまたお伝えしたいと思います。まずはね、今この週4日投稿に専念をして、空いた時間を勉強だったりとかリサーチにかけて、ね、リサーチに時間を費やして、そこで得たものをですね、動画作りに役立てていきたいと思います。ぜひこれからもアハゴンアズサのウチナーチャンネル、応援ユタサルグトゥウニゲーサビラ。今日の動画は以上になります。もしよろしければ、ぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録、通知オン、ユタサルグトゥウニゲーサビラ。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴、一平二平デービタン。またやったー。